今日はワイニワの桟橋について紹介します。イメージの作品で油絵は少なくないですが、日本にある油絵は少ないです。展示室を見渡しても分かるように、やはり油絵は少ないです。イメージは油絵専門ではなかったため当然のことだと思います。この作品は日本にある数少ない油絵の一つで、イメージが油絵、新しい絵を描きたいと思いアメリカに滞在した時に描かれたものです。しかし日本のとある場所で描かれたものだと言われても違和感はありません。この作品には不思議な点があります。それは木造の桟橋です。よく見るとベニヤ板のような薄い板を張っていて隙間が見られます。さらに桟橋自体が上下や左右に曲がっています。このことからイメージは御霊湾の様子を描いていないと言えます。もし御霊湾の様子を描いていたとすると、船と桟橋の高さが合っていなくて不便だろうし、釣りをしている人が危なすぎます。そもそも現実的に桟橋が曲がることはありえません。ではなぜイメージがこんな面白い形をした桟橋を描いたのでしょうか。この作品が描かれたのは昭和7年です。その年のある日の日記には夜明けまで続いたが朝見ると暗い絵だと書かれています。このことからこの頃のイメージは暗い気持ちだったと思います。さらにアメリカでイメージの展覧会をした時に絵が全く売れなかったということから心が折れそうだったと思います。だからこの2つの気持ちが桟橋に現れたことによって面白い形になったと思います。またその延長で全体的に暗い作品になったと思います。これで発表を終わります。ありがとうございました。